ささ、ぐいっと。これが例の？その通り、ナンクルナイザー。この前のは美味しかったですけど、これは何味かわからないんですよね。まあまあ、この前もうまかったし、これもいけるんじゃん。これはかなり期待できそうじゃないか。それじゃあ皆さん、一粒ずつ取りましたか？何味が出るかはお楽しみ。じゃあいただきます。どう？これ甘いですね。マシュマロみたい。あー、これ美味しい。なんだろう、メロンソーダかな。おー、酸っぱい。実に酸っぱいぞこれは。あ、それきっと梅干しだね。ここ極東地域の伝統的な食べ物だよ。伝統ならば受け止めなくては。これが伝統の味。なんでしょう、不思議だけど優しい味。あ、コーンスープですね。ほろ苦い風味、ブラックコーヒーですか。マシュマロとメロンソーダは大吉だよ。レモンとコーンスープは小吉、コーヒーと梅干しは末吉だね。あれ、ハズレは誰だろう。あ、コウタさん。何これ、何なんだろう。私が知っている全ての臭い食べ物を全部詰め合わせにして発酵させた感じの風味。はあ、なんだよそれ。ねえねえ、何味だった？お、それは小吉だね。ミッションがすんなりクリアできるかも。よし、じゃあもう一個行ってみよう。もういいよ。あれ、なんか慣れてきたかも。